異業鉄器は、九州地方南部の古墳時代中期の遺跡から出土する鉄製理器の一種。鉄属、または、剣や槍に当たる武器と考えられている。鹿児島県いぶすき市山川成川の成川遺跡のものが著名である。異業鉄器の模式図いずれも、橋本、藤井2007、P40P57 から58の実測図をモデルに作成、異業鉄器という名称は、 極めて漠然とした単語であるが、矢尻や刀剣のように人部を持つ鉄器であるものの、同時代の他の鉄器とはかなり異なる形状で、一見その用途、機能を想定しにくいため、初期の発見例、特に成川遺跡の発掘調査報告にて、異形と形容されて以降、この用語が使われ続けている。両刃の人部を持ち、柄に接続する茎にあたる部分が二股に分かれるのを、 特徴とする。脚部の基部付近には、大円形内し円形の証拠が2から4個開けられることが多い。この証拠の間に、棒状の木質が残存するものが多いことから、縦に裂いた、規模でこの鉄器を両側面から挟み込む、いわゆる、根挟み方式で柄を装着し、穴に紐を通して固定していたと考えられる。これらの事例から、異形鉄器の多くは、 大型化した鉄属であると見られている。およそ全長17から18センチメートルを境に大きく剣タイプと矢尻タイプに分類されている。矢尻タイプ両刃の人部に刃の字上またはガニ股状に開く脚部が付くもの。または成川遺跡室奴隷のように明確な脚部を持たず、全体が木の刃型、将棋駒型を呈し下部に、 わずかな切り欠き状のオーブを持つものがある。他に、成川遺跡出土例では、有形で透かしを持つ三角形や尻と考えられるものが1点出土している。県タイプ、成川遺跡でのみ、5点出土している。両刃の長い人部に、基部から端部に向けて、やや内向きに伸びる脚部がつくものと、末端での見据広になる脚部を持つものがある。その大きさから、 喧嘩槍のようなものと考えられるが、極度に大型化、異常化された鉄属である、可能性もある。2017年現在で5一石17点の湿度が知られているに過ぎないが、いずれも宮崎県南部、鹿児島県大隅半島、薩摩半島南端部にかけての九州南部にのみ、集中分布することが特徴である。この地方に、特有の地下式横穴5群の副葬品としての、 出土が多い。成川遺跡では、遺跡内に打行圏などの他の鉄製武器類と共に散在して出土しており、個別の墓への副葬品ではなく、貿易全体に対するとも婚異物としての性格があったと推定されている。また、正式な報告書が未刊行であるが、上記以外に、鹿野市釧白町細山田の立上り遺跡で出土していることが、 複数の論考により言及されている。ありがとうございます。